刑事さん、あれは事故なんかじゃない。被害者はこの部屋の住人、ベルナルド・ランケ42歳人間です。まさか2つの事件の犯人が同一人物だというのか。犯人は私が探します。モンブランのような頑丈なロボットをバラバラにすることなど人間には不可能です。ロボットは人を殺さない。我々はそう作ったからだ。俺たちは進化してると思わないか。君を見ていると人間かロボットか識別システムが誤作動を起こしそうになる。人間とロボットは近づきつつある。断ち切らなくてはならない。この犯人はまたやる。あの方は心から願ってらっしゃいました。ロボットと人間の共存。犯人は人間なのか、それともロボットか。さっきの人、わからなかった。人間かロボットか。